皆様こんばんは、かよまりのです。今日はですね、 YouTube チャンネルのオフ会と称してですね、忘年会を開催します。クリスマスも近いということで、ちょっとクリスマス仕様でお土産もね、クリスマスのちょっとクッキーを皆さんに用意しました。まあ、それだけじゃなくて、今日はね、忘年会も兼ねているので、最後はね、食品かドラえもんグッズが当たる抽選会もね、やったりとかね、して、盛り上げていきたいなと思っております。で、まあ、司法書士の、方や行政書士、資格者の方であったりとか、その勉強しているという方、それからいつもね、YouTube チャンネルの支えてくれるリスナーの皆さんがね、来てくれるということですので、ちょっと楽しみにね、していきたいと思います。ということで、ちょっとね、オフ会の様子なんかもこれからね、配信していこうと思いますので、またね、ぜひ次回のオフ会開催の参考にですね、皆さんしていただければと思います。ということで、忘年会スタート。わさらぎ YouTube チャンネルもね、もう今年で5年目ですかね、になります。で、最初の頃からですね、オフ会を始めてもう5年になって、で、古くからずっとオフ会に初期の頃からね、参加してくださってるお二方、そうですけれども、メンバーの方、それから今日初めてですね、いらっしゃった方、毎回ですね、いろんな出会いがあって、本当にいいなというふうにね、思っております。で、今年もですね、今年は今日がオフ会もちろん最後になるんですけれども、司法書士のですね、受験生の方であったりとか、あと今年合格された方もう多数いらっしゃっておりますので、またこれがね、交流の場になればいいなというふうに、思います。今年のちょっとね、忘年会ってことなんで、私の話をしたいんですけど、今年は、比較的ですね、 YouTube に関しては登録者ね、10万人とか行きたいなと思いながらも、ちょっとダラダラね、やってしまって、そこは少し反省をしていますけれども、ただ、毎日1000人以上ぐらいの方にはね、見ていただけて、そしてこうやってね、オフ会なんかも開けているので、本当に見てくださっている方、視聴者の方には感謝でいっぱいでございます。で、仕事の方はですね、大口のお客さんがですね、いなくなるというハプニングもありましたけれども、それでも過去最高売上最高益を出しています。月ね、200万ぐらいのお客さんがいなくなりましたけれども、はい、それでも過去ね、最高売上の最高益になっていますので、まだまだね、いろいろとやりようはあるなというふうに考えています。司法書士事務所の経営のこととか、そういうことも含めて、いろんなことぜひね、今日質問していただければと思いますので、はい、そういう感じでちょっと楽しくね、やっていきましょう。で、あと最初に皆さんにお決まりしたこのショップカードの裏に番号が書いてあるので、それちょっと最後まで持っていていただければと思います。本当にささやかなものですけど、景品、食材か私のドラえもんグッズかどっちかが当たる抽選会をやりたいと思いますので、持っていただければと思います。はい、ということで、じゃあ乾杯したいと思います。じゃあ皆さんよろしいでしょうか。どうぞ。じゃあちょっと乾杯をやりたいと思いますんで、はい、ということで、じゃあ皆さん今日も楽しんでいきましょう。乾杯。乾杯。はい、ということで、じゃあ皆さん、ありがとうございました。残り1分ぐらいだと思いますので、はい、お酒をもう、それはもうラストオーダーなんで、引き続き飲みたいよっていう方がいれば、飲んでいただいても構いませんしっていうところでございます。今日この回はこれで終わりで、はい、はい、ということで、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。